皆さんこんこにちはそれでは今回はですね2018年行政書試験後に寄せられた質問ということで試験が終わってしばらく経ちましたけれどもその後伊藤塾の方でも分析会などを行ったりあるいは普段からカウンセリングをしていく中でいろんな受験生のお悩みを聞いてきましたが実際にやっぱりこういった質問が多いなっていうものについてお話をしていきたいというふうに思っております。いくつか質問を列挙しながら それに対する回答という形でやっていきたいというふうに思っております。というわけで、最速最初の質問ですが、まあ、やはりこれは多いですね、記述式の点数は何点くらいでしょうか、採点基準はどうなるのでしょうかということで、記述式に対する不安、そこはやはり試験直後から多く寄せられる、まあ、ご質問というよりかはお悩みの一つなのかなというふうに思います。 でまあ、何点ぐらい取れてるでしょうかというふうに聞かれることが多いんですけれども、まあ、それに対しては私たちの方では基本的にお答えはしておりませんそれからまあ採点基準どうでしょうかということですが採点基準に関しても,もうこれは分からないですというふうにお話をさせていただいております。 というのはなぜかということですけれども、まあ、基本的にこういったご質問される方ですけれども択一、まあ、でそこそこいい点数が取れていてあと何点取れれば受かると180点超えるというふうに 考えている方が多いんですよね。で、そこでまあ変に期待をさせるようなこともしたくないと、えー、実際にそれは蓋を開けてみないと、ごあ発表を待たないとですね、何点取れているかとかはわからないんですから、まあそういった意味ではその変に予想やみたいな形で、えー、こうなんていうんだろうな期待をさせるようなことっていうものは基本的にはしておりません。まあただまあパーフェクトな答案とかね、そういったものはパーフェクトですよっていうふうにお答えするし。 まあちょっとこの答案では点数はあまりもらえないんじゃないかなというような形でのニュアンスでのお話をさせていただいておりますただ、いずれにせよですけれども,もうこればっかりは悩んでも仕方がないところかなというふうには思っております、えー、まあ近年の実際の発表を受けた後の、ね、点数を見ると、まあ、過去に比べるとそれほど極端な採点基準を辛くしたり甘くしたりというようなことはないのかなというふうには思ってはおりますが えーまあ、はっきりしたところは分からないというところが、えーまあ、回答なのかなというふうには思っておりますそして続いてですけれども、まあ、やはりこのご質問も多いですよっていうのが一般知識等ですねどうすればいいんでしょうかという形で聞かれる、えー、これは多いですね、えー、特にまあ2018年度の試験ですけれども、まあ、なかなかやっぱり今までと少し傾向が違うというところがあったと思います、えー、そして、えーまあ、残念ながらね 一般知識等で、まあ、合否判定基準行いかなさそうですよというような方が、まあ、例年よりかは少し多いかなというふうには思っておりますのでそういった方からするとどうしたらいいんだろうかというふうに悩まれることは当然のことなのかなというふうには思っておりますで、まあ、どうすればいいんでしょうかということですけれどもまず一つ言えることなんですけれども、まあ、これはどうするというものではないんですけれども 過度な不安を持たないように抱かないようにしてほしいという話はさせてもらっていますえというのはどうしてですかというと、うん、一般知識等が前年ダメで,したでそれで、えー、結果は落ちてしまいましたっていう方が、えー、やってしまいがちな失敗というのが、まあ、翌年一生懸命一般知識等をやるでそれはいいんですが その結果一般知識等を勉強する時間を取るということはその分法令等の勉強がおろそかになるということを意味していますそうするとパターンとしてあってしまうのが結局翌年は一般知識等をクリアしたんだけれども、まあ、法令が思うように伸びずに総合点が足りないということっていうのはあったりするんですねですから、まあ、過度にこう不安を持ってしまうとどうしてもそのバランスを崩してしまうところがあると思いますので まあ皆さんもここはね特に一般知識と失敗しちゃったっていう皆さんの場合には、えー、まあ次の試験を考えるときにはただそうは言ってもバランス大事だし法令等科目だってあれだけ勉強したからあれだけ点数が取れたんだっていうことを忘れないでね。 でそこのところはバランスをちゃんと意識していこうということを考えておいてほしいと思います。でその上で対策の仕方なんですけれども対策の仕方に関しては、えーまあ、最近いろんなところでお話をしているので、まあ、聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれませんが3つの視点を持ってくださいというのは何かっていうとまず1つが従来型の一般教養の視点です従来型の一般教養の視点ですね。 でまあ、この従来型の一般教養の視点というのは、まあ、皆さんが実際にこの2018年の語学に向けて勉強してきた内容をイメージしてもらえればいいかなというふうに思いますそれから、まあ、一般常識ですかね一般常識の視点、まあ、これも持ってほしいと思いますで、まあ、これはただ一般常識なので受験対策というよりかは日常の生活の中でっていうふうになるのかなと思います だから何か受験勉強として常識を身につけていこうというふうに考えるんではなくて常日頃一社会人として常識を身につけていこうということを意識してもらいたいというふうに思います新聞読むのもそうかもしれないしあるいはそのニュースサイトとかを見ながらちょっと気になるワードを調べてみるなんていうのもそうかもしれませんそういう形で一社会人として言い換えるんであれば受験勉強時間としてカウントはしないでね 特に時間のところですけれどもそれを勉強なんだなんていうふうにカウントしないで、まあ、ここはできるだけ多く身につけていこうというふうに心がけてもらいたいというふうに思っておりますそして3点目です3点目、まあ、これがやはり2018年の試験の特徴とも言えたかもしれませんが業務に関する一般知識の視点です業務に関する一般知識の視点ですよね でまあ、業務に関する一般知識の視点っていうのはなかなか、えー、身につけづらい特に受験生の場合には身につけづらいのかもしれません、うん、まあ試験対策としてはここはやっといてほしいなって思うのが、まあ、それこそ模擬試験であるとか問題演習答案練習会とかねそういった模擬試験であるとか答練とかであこれ業務関係の問題だなっていうふうに思った問題はストックをしておいて。 その知識を身にににつけるとといいいいいいうふうううふふ考えておくといいんじゃないかなかうう思いますあの現実問題として行政書士の業務っていうものはものすごく幅が広いですものすごく幅が広いですそれこそ,その法令の中で許可っていう言葉は、えー、何回聞かれるんだっていうぐらいいろんなところに許可っていう言葉は出てきます、えー、まあ人によってはその1万とか1万5千とかそういうふうに言ったりする人もいるぐらいですから。 まあえー、そういう意味では再現がないんですね実は業務に関する一般知識っていうのは再現がないっていうふうに言えますだからそこをこう何かこう積極的にやっていくというよりかは出たもの自分がその受験勉強を通していく中で出会ったものについてはちゃんとやっておこうというような意識を持っといてほしいというふうには思っておりますというわけでもう一度3つの視点ですが従来型の一般教養の視点それから一般常識の視点 それから業務に関する一般知識の視点ですねこの三つの視点で一般知識と対策というものを、まあ、これからは見ていかなければいけないかなというふうには思っております、えー、最初に言ったそのバランスを失しないということも大事な話ですからね、まあ、そこもぜひ気をつけておいてほしいというふうに思います、まあ、それから受験勉強以外のところで言うんであれば伊藤塾では例えば まあ、不定期ではありますけれども年間何回も明日の行政書士講座ということで行政書士の実務課の先生をお呼びして、まあ、特に受験生に対してこういう仕事なんだよということをお話をしていただく機会というものも起きております、うん、直近のものに関してはインターネットで配信もしております無料で配信もしておりますので。 まあそういった形でライブで来れる方はライブで来ていただいてもいいし、まあ、過去のものであるとか来れない方の場合にはそういったその実務課の講演会なんていうものをねちょっと勉強の合間とかでいいですからモチベーションも上がってくるので聞いてもらえるといいかなというふうには思いますさて2つ目のご質問一般知識等はどうすればいいのでしょうかはこれぐらいにしておきましょうそして3つ目の質問ですが、まあ、行政法ができるようになりませんということで まあこれもねまあ科目によってもちろんその民法ができるようになりませんとかまあそういったご質問もあったりはしますけれどもちょっと今回はやはり一番拝点が高い行政法ができるようになりませんこれについてお話をしておこうというふうに思いますでこれはどうすればいいでしょうかということなんですがまあちょっと厳しいことを言ようかもしれませんけれども行政法ができるようになりませんというのは まあうん、基本的にはやっぱり知識を覚えていないということかなというふうには思っています知識を覚えていないなからできるよううううににならならいいいいということこが通常かというふうに思いますですからもちろんそれは皆さんが一生懸命お勉強されてきていることは分かっていますが一生懸命勉強しているかもしれないけれどもまだ勉強不足だったっていうところがまあ一言で厳しい言い方ですけれども言えるのかなというふうには思います。 えー、どうしてきちんと覚えなかったのか覚えなさいっていうふうに言われたものをなぜきちんと覚えなかったのか、えー、時間がなかったんだろうか、まあ、あるいは覚えなければいけないというのは分かっていたんだけれどもちょっと逃げていたんだろうかとかおそらく振り返ってみるとそういった形でね、えー、あこうすればよかったなっていうふうに思うものってあるだろうと思います。えーまあ、行政法がでできるるようにになるためにはやっぱりり知識のの定着というものが何よりですから しっかりと知識を覚えていくっていう意識を持ってください今年覚えられなかったんであればその勉強量では足りなかったっていうことです頑張ったかもしれないけど足りなかったっていうことですですからそこは、うん、例えば2018年の勉強で3回し4回し勉強したけれども覚えられなかったんであればそれは覚えるためには3回し4回しは足りないんですから5回し6回し7回しと いう形で、何回も何回も繰り返しやっていくっていうことが大事かというふうには思っております。さて、それからですが、科目でいうと、まあ、やはりここら辺もありますね。ええー、商法はやらないといけないんですかと、いうことですよね。で、まあ、やらないといけないのかっていうことですけれども。まあ、やるべきか否かというふうに言われれば。まあ、やるべきというふうに言えるかなと思います。 特に近年やっぱり民法がちょっとこのマイナーなところをついて受験生に取らせないような傾向っていうものがありますのでそうするとまあそういった意味ではやるべきかやらざるべきかと言われればやるべきというふうにお答えはしますがただ一方でこれは戦略的な問題でもあろうかと思うんですよね。 商法というのはどんなに一生懸命頑張ったとしてもたかだか20点にしかならないです300点満点の試験の20点にしかならないんですよねまあ、えー、法令等科目の中では基礎法学に次いで配点が低いわけですそうするとその商法を高得点を例えば取るためにやるということになればそこは商法の勉強時間を取らなければいけない分他の勉強時間が減るっていうことを意味しているんです ですから、決しててこのの商法といいいうものをメインでで考えてはいけないですあくまでもまあ民法行政法で取り損ねた分を補足する、ね、民法行政法で取り損ねた分を補足する、まあ、その程度の位置づけにしといてほしいというふうに思います。ですからまあ長い受験勉強の期間、まあ、長いといってももうね1年切ってはいますけれども、えー、期間の中で。 民法行政法が終わってないのに商法をやるっていうのはやっぱりそれは違うであろうというふうには思っております。民業をしっかりやって、まあ、それでも、えー、一点でも多く取りたい安心しておきたいからという形で商法をやる、まあ、こんな感じになってくるのかなというふうには思いますから決してその商法ですけれども、まあ、あくまでもその戦略的な位置づけとして 効率よくやるということ時間をあまり使わずに効率よくやるということを心がけておいてほしいというふうに思っております、まあ、近年は、ね、昔本当に一昔前は商法はもう捨てていいですよというようないわゆるその捨て科目的な位置づけの時代もありましたが、まあ、ちょっと最近は、ね、やっぱり一問、うん、あるいは二問とか取れるといいねというような試験が多いかなというふうには思っておりますので、まあ、そのように考えておいてくれればなと思います さて、それから続いてのご質問ですけれども、続いてのご質問。これもこの時期ならではですよね、合格発表までどう過ごせばいいか分かりません。えー、こういった、まあ、まさにその試験発表、合格発表までのところのね、この時期ならではのご質問というものも、やっぱりこのタイミングはあります。で、これに関しては、まあ、この質問する方っていうのは、 まあ決まっていてそれはいわゆるその記述待ちっていう状態の方ですよねあと記述で何点もらえたら180点いくんですっていう記述待ちの状態の方ですでまあその方にお話をしていることって何かっていったら合格発表の日にもう道は2つしかないんだというお話をしています、まあ、つまりは受かるか落ちるかの2つです 選択肢が非常に数多く存在するんであれば今何をすべきなのかっていうものは考えることは大変かもしれませんが選択肢はたった2つしかないんですたった2つしかないんだとすれば今何をすべきなのかっていうのはその2つの選択肢から逆算をして考えていってほしいというふうにお話をします。例えば皆さんは受かったらどうすするんですかで、受かったらどうす。るか こううするっていうものを考えてだったらそこから逆算して今何をすべきなのかまずこれが一つですよね。で皆さんは落ちていたらどうすするんですか、まあ、もう一度チャレンジするっていう方が多いだろうというふうに思います。そうするとそこから逆算して今何をすべきかを考えるつまり選択肢が2つしかないということは今やるべきことも2つのはずなんです。そそううするととのの後は2つというものを どううううううバランスを取るかといい問題だろうというふうに思うんですよね例えばまあそうは言ったとしても多分受かってるんじゃないかなって思うんであればじゃあその先にある姿から今何をすべきなのかっていうのを考えて例えばですよ、まあ、そういえば受験時代はあんまり商法を勉強しなかったけどこの機会に会社法をちゃんとやっておこうとかね、まあ、あるいは もう勉強してきた民法じゃなくて自分が実務でバリバリやっていく時代っていうものは、まあ、改正法の世界なんだからちょっと改正法の勉強しておくとか、まあ、そういうふうに考えてねでそこを重視するただ一方でもしかしたらうん落ちてるかもしれないそうすると直前期あんだけ行政法を勉強したのに行政法の知識をこう、ね、2か月3か月やらないとどんどん忘れちゃうなっていうことで時々行政法の見直しをしておこうとか。 まあ受かってるといいんだけれども多分厳しいだろうなっていうふうに思っている人の場合にはじゃあ多分厳しいだろうなっていうところから逆算して今どうしようかっていうのを考えるねでその上ででももしかしたら受かってるかもしれないでもしかしたら受かってるかもしれないからその時にはこういうことやっていきたいなって思ってる。 じゃあそこから考考ええてて今何ををすべきなのののかっていううそこのバランスをうまく取る、うんまあ、やっぱり多分ダメだろうなだからそっちをじゃあ7割の力を入れてでもしかしたら大丈夫かもしれないって期待のところに3割入れるとか、まあ、そういう感じで結局その2つのルートから今何をすべきなのかっていう2つを考えてそこのバランスを取ってやるというものが、まあ、合格発表まで えまあ充実した毎日を過ごすために必要なことなんじゃないかなというふうには思います、まあ、どちらにしたとしても一日は一日です、えー、直前期あれだけ大事にした一日だろうというふうに思いますその一日と同じ一日を今も過ごしているんだということを忘れずに一、まあ、日一日を価値のあるものにね、えー、してっていただきたいというふうに思っておりますさて続いてのご質問ですね 一生懸命やったのにどうすれば受かるか合格できるかは分かりません。ま辛い悩みですよね。やっぱりこれはねで、ただまあこういうご質問をしてくるっていうことは諦めたくないから、こういう質問をしてくるというのはよく分かっています。ですから、その気持ちっていうのはすごく大事にしたいなというふうには思います。 諦めない気持ちっていうのはとても大切なものですから、まあ、その気持ちは大切にしてただやっぱりこういうふうにね気持ちとなんていうのかな、えー、やるべきことがわからない時のそのミスマッチっていうのはすごいつらい状態だというふうには思いますまあどうすれば受かるかっていうことは、まあ、まず一つはうん見直しをすること反省をすることなのかなというふうに思います。例えば一生懸命やった つもりではあるけれども本当に振り返ってみて勉強時間をちゃんととっていたんだろうか、ね、精一杯自分の許された箇処分時間というものを勉強時間に当てたんだろうかあるいは合格するための時間として使ったんだろうかちょっと振り返ってほしいというふうに思うんですね。どうしても直前前期一生懸命やるからそれ以前の 夏春の自分というものを見失ってしまうことっていうのは忘れてしまうことっていうのは結構あるだろうと思いますでもじゃあ春先どうだったんだろうかっていうのを振り返ってみてくださいそしたらもしかしたら精一杯とは思ったけどもあの時もう少しやってたはずだなとかねまあやればよかったなって思うものがあるんであればそれはやっぱり生かしていく今年生かしていかなければいけないですよねあるいは勉強方法どうだったんだろうか 例えば、まあ、先ほども少しお話をしましたけれども覚えなさいって言われたんだけれどもちょっと覚えるのが嫌でねで別のことをやっていたってことないだろうかそういった勉強方法は果たして本当にきちんとやっていたんだろうか、まあ、あるいはもう一つは勉強するものが合っていたんだろうか、まあ、これは分かりやすく言えば教材です。 その教材で自分は2018年の試験180点取れたんだろうかそういったものを見直してみるわけです。でそこで足りないものがあったとしたらそれはそこを埋めていくのが今年の勉強なんだなっていうふうに考えてほしいと思うんですね。こ、まあ、これは、ね、本当に一生懸命やったったて思えるからこそ 反省でききるるる次のの一手というものを考えることができるんでんすですから一生懸命やったのになっていうふうに思う気持ちそれが悔しい気持ちになっているというのはよくわかりますけれどもただ一生懸命やったからこそ本当の意味での反省ができる本当の意味で自分に足りないものを見出すことができるんだっていうことは忘れないでほしいと思いますすそれだけやったんんでででからあと一歩まで来ているはずなんです。 えー、仮に点数という形で現れていなかったとしてもねでもやっぱり合格までアウト一歩のところまで来ているはずですから、まあ、ここは少し冷静になってね、えー、しっかりと考えていきましょう、まあ、もしね自分で考えるのが難しかったら、まあ、それこそカウンセリングなんかを使って我々を頼りに我々のアドバイスを聞いてもらえたらなというふうに思いますそして最後になんですけれどもまあこれが一番 辛い悩みだなっていうふうには思いますえ。行政書士試験をもう一度受験すべきでしょうかと、最初に結論を言うとすべきです。もう一度受験勉強しましょう。もう一度合格を目指しましょう。結論はそれです。一度初心に戻って自分がなぜこの試験勉強を 志したのかといいいううのを改めてて考えて欲しいなというふうに思いますどうして行政処置試験を目指そうというふうに考えたんだろうか。いろんな一人一人それは動機というものは違うだろうというふうに思うんですよね。でもやっぱりみんなに共通するものっていうのは自分自身が成長したいっていう思う気持ちであったりとかあるいはもう逃げたくないそういった気持ちなんじゃないのかなというふうに思います。 今ここの現時点において感情的にとてもつらい状態になっているんだろうというふうに思いますけれどもでも結局そのつらさに負けて逃げてしまって受験から離れたとしても結局同じですよ実際に過去の受験生語学者を振り返ったとしても一生懸命勉強して「ダメだったもうやらない」っていうことで。 一旦は諦めたでも何年かしたらやっぱり先生諦められないんですっていうことで帰ってくる子って何人もいるんですよ。ですから今のそのねこういう悩みまで行ってしまう気持ちっていうのはそれは辛いだろうっていうふうには思いますがただ私の立場で長年見てきた私の立場で言うんであれば受験すべきですかって言われたら受験すべきですっていうふうにお答えはします。 語学目指しまししままょう,っていうお話をしますそれに実際のところなんですが本当にやりきったって思っている人の場合にはここの質問をしてこないですもう自分の中ですがすがしい気持ちで次に進んでいるんですよですからもうこの気持ちになるもう一度受験勉強すべきなんだろうかって気持ちになる時点でその奥底にはやっぱり受かりたいって気持ちが絶対あると思うんですよね。 ですからその本当の自分というものを見つめてね大変かもしれませんけれどももう一度立ち上がって次の試験語学に向けて一歩進めていってほしいなというふうに思っております。さてというわけで代表的なご質問ですけれどもね本当にこの時期だからこその苦しい気持ちであったりとか辛い気持ちであったりとかあるいは前向きなんだけれどもどうすればいいか分かんない。 そういったようなご質問がやっぱりこの時期っていうのはすごく多いかなというふうに思いますので少し今日はこういった形でご紹介をするとともにね、まあ、それに対してどう考えてほしいのかっていうことについてお答えをいたしました、まあ、ぜひ一つでも皆さんの参考になればなというふうに思っておりますよろしくお願いいたしますそれでは、まあ、今回のこの質問に対する回答は以上にしておきます、えー、ありがとうございました